を決めろーってめんどくさいなー。ちな、何さっきからタコさんみたいな顔してるの。テストの点数が良くなくてねー。ロカちゃんはこのまま高等部に行くの？いや、私は海外の学校に行くよ。トビちゃんのある国の学校に行ってとりあえずささっと学校を終わらせたいんだよね。すごいなー、私はこのままだと高等部も怪しいよ。ほとんど学校行ってなかったからね、自業自得だね。ロカちゃんよりかは行ってたよ。なのにロカちゃんはずっと学年1位。理不尽だ。中1の時には高等部までの勉強範囲全部覚えたし、当然だよ。天才ね。それじゃあ私は帰るけど、ロカちゃんは寄るところあるんでしょ？ちょっと生徒会に用があるんだ。そっか、それじゃあまた明日、ロカちゃん。また明日。さて、生徒会室に行こうっと。終わった。もう7月か。高校生活最後の夏、私は生徒会室で仕事して、夏休み入ったら勉強して、冬には大学受験を受けて、それでそのまま高校生活が終わる。私のことをずっと気にかけてくれた月下先輩が学校を去年のこの時期頃に辞めて、私が生徒会長になってから副会長としてずっと私を支えてくれてたからちゃんは今年の4月に家庭の事情で退学して、他の生徒会の人や私の身近な友達はみんな世界テロの影響で休学したり退学していなくなった。今となっては広い生徒会室もずっと私一人か。辛いのはみんな同じ。私だけなんて思っちゃダメだよね。よし、今日は買い物して帰ろう。つくよみ生徒会長、ロカちゃん、今日は学校に来てたんですね。成績はいいんだけど出席日数が全然足りなくてね。今日も居残りでしたよ。あらあら、こんな時期だから多少は仕方ないと思いますけどね。でしょう。つくよみ生徒会長からも先生に言ってくださいよ。あはは、考慮しますね。冗談、これ以上仕事なんて増やさせないよ。今日はもう終わりですか？はい、今から鍵を返して帰るところでした。なら一緒に帰りましょう。ナイトがお姫様の護衛をやりましょう。お姫様じゃないですよ。ぜひ一緒に帰りましょう。へえ、では月下先輩も元気にやっているんですね。聞いた話だとギリギリまでスイスで鍛えてから東京に来るらしいですよ。帰ってきたらぜひ会いたいです。私はまだ何もお礼できていなかったので。月下姉はそういうの求めないと思うけどな。それでもですよ、私は月下先輩にたくさん救われましたから。月下姉は本当いい後輩に恵まれてるな。私なんて後輩や同級生からは影の支配者なんて呼ばれてるんだよ。なんですかそれ。学校には来ないのに常に学年1位っていうのがありましてね。それは普通にすごいですね。じゃあね、つくよみ先輩、また困ったことがあったら私に頼ってくださいね。はい、ロカちゃんにもすごくお世話になってばっかりですね。いいのいいの、私が好きでやってるんだから。それでは。ロカちゃんは月下先輩に似てすごくいい人です。何か見返りを求めるわけでもないのに私のお手伝いをしてくれたり。高校は海外と決めていましたね。どうにか私が手伝えることはないのかな。ロカちゃんは頭のいいし、私と違って行動力もある。私に来てもきっと順風満帆な人生を送れるんだろうな。ふう、疲れましたね。そういえば明日から7月。実家に帰らないといけないですね。7月は唯一お父様が家に長い間ご帰還される日、私も帰らないと。正直気が参りますね。お父様とは日にちだけで言えば半年くらいの日数しか会ったことがない。最近は WCGC という大会ができたおかげで滞在期間が長くなりましたが、それまでは1年に1週間帰ってきたら長いくらいでしたからね。ああ、まだお風呂入ってないのに。疲れた。ねえ、なんで私にはパパとママがいないの？昨日参観日でみんなパパやママが見に来てたのに、なんで私にはいないの？運動会でも私と一緒に走ってくれない、発表会も誰も来ない、小学校の入学式だって、私には、なんでパパやママがいないの？ことか様、あなたにはお父様がいらっしゃいます。お一人ではありません。それに大きな声を出してはいけません。ことか様は生まれつきお体が弱いのです。お薬を飲んで寝ましょう。なんで？私は体が弱いの。体育の時間はずっと見学、何かあればすぐに保健室で過ごすようになるし、そのおかげでお友達と遊べない。だから最近はお友達も私の相手をしてくれない。大丈夫ですよ、いつかきっとことか様を大事に思ってくれる人が必ず現れますよ。だから泣かないでください。嘘だよ。今日何の日か知ってるよね。私の誕生日だよ。なのになんで誰もいないの？なんでパパは帰ってきてくれないの？聞いた、あのつくよみさん今回も学年1位らしいよ。でもそんな感じしない？いかにもガリ勉って感じじゃない？
新聖女学院にも史跡合格したって聞くし、でも教室とか授業ではあまり見ないわね。あれだよ、体がすっごく弱いからできないんだって。男っ気も全くないネクラだし、本当ガリベンメガネじゃん。あはははははは。気にしない気にしない、あの子たちは、本当のことを言ってるだけなんだから。寝ちゃってましたか。久しぶりに小さい頃の夢を見た。お父様が帰ってくるからかな。お母様は私を産んだと同時に亡くなった。私と一緒で体が弱かった人らしい。私もお母様と同じ状況だからわかります。自身の命より私を選んでくださったことに心から感謝しています。だから私は幸せ者なんだよね。よし、ご飯を作りましょう。今日から7月、暑くなりますね。受験勉強もそうですけど、より一層体調には気をつけないと。お、ここが天下の東京様か。久しぶりの日本だし、これはテンション上がるわね。ここより豪華な街にならいっぱい行ったでしょ。でも母国だと考えたらなんか落ち着くね。でもあの過酷な特訓が終わるなら、私は大丈夫です。結構楽しかったよ。あの特訓ならずーっと続けられるね。ソフィアちゃん、筋トレ、サボる。そうですよ。常に真面目に頑張ってたのはご主人とセッカちゃんと吐くくらいで。カナとソフィアはサボりの常連だったから温度差があるのは仕方ないですよ。まあメリアの特訓は地獄中の地獄だし、温度差があっても仕方ないさ。でも大会前に息抜きができるようにって早めに東京観光に来たんだから楽しんでよ。というか日本って暑くない？せっか、氷ちょうだい。ねえ、私を本格的に冷蔵庫扱いするのどうにかしない？というかパパ暑いの、大変だねえ。私は特に感じませんね。普通じゃないですか。いや、普通じゃないから、むちゃくちゃ暑いから。私は優だからね、暑いところは得意、よって私は問題なし。一緒にしないで、私は暑いの苦手で。冬がいい。吐く、氷湯。すいません、自分で作ります。すげえ、あの集団美女しかいねえぞ。というかあの真ん中の男なんだ、羨ましい。なんだろう、この状況に慣れてしまった自分がいる。主としての風格がついた証拠ですよ。自信持ちましょう、ご主人。女5人を連れて風格出してるって変な話ね。パパは女ったらし。なんですかソフィアちゃん、そんなお下品な言葉は。教育に悪いからそんなお下品な言葉覚えちゃいけませんし、使ってはいけません。あと強いて言うなら私は女ったらしではありません。うわ、説得力のないセリフ。子供扱いしないで、私だって立派な大人だよ。体だけは認める。だけどそれ以外は子供だもん。体もそれ以外も子供っぽい。白がそれを言ったら、花ちゃんも同じだよ。ほらほら、後ろで喧嘩しないでください。いろんな人が注目しているのですから、おしとやかに行きましょう。宿泊先に移動しているだけなんだけどね。でも大学どうしよっかな。特に行きたい学校はありませんし、でも目標がないと決めれないし。なんですかあれ。すごい美人さん揃えた。外国の偉い人かな。大会も近いですし、やっぱり外国の人も集まりやすいんですかね。まあ、私には関係ない世界ですし、自分に似合った場所に向かった方がいいですね。ちょっと待ってください。見つけた。見つけました。メリアちゃん、この子がどうしたの？この子は間違いありません。専属心の素質を持つ子です。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。